こんにちは。はい。よいしょ。霧雨が降る森。はい。パート5やっていきたいと思います。おう、やっていこう。ちゃんと言えたわ。うん、いや、でもこっちに用はあるよね。うん。うん。てか、普通に。あの奥行こうぜ。そうなるね。うん。あ、なんかあった。なんかある。通れないと思う。モードに小さな乳白色のかけらが落ちている。落ちている。わあ、これは乳白色のかけらだ。これどう見ても乳白色のかけらだわ。そうだな。乳白色だな。本当に本当に本当に乳白色のかけらだわ。え？いる。佐久間ちゃん。え、大丈夫。しっかりして。佐久間ちゃん、うんうん、姉さん、よかった、うん、よかったよ。どうして森に入ったの、うん、なんで入ったの。わざわざここまで逃げなくても。森で隠れて。よい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 。一度シロが戻ってたよね。うん、覚えてない。覚えてない。この森で私エンダルに会って、それから意識がなくなって、うん、鳥お化けってあったんじゃね。ね。鳥お化けは多分姉さんを探してる。探してる。赤文字。わわ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 。いっぱい、はい、いっぱいいる。約束よ。あの子の代わりに。わわ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 。逃げればいいと思うよ。あ、ごめん。あ、ごめん。逃がさない。え、走った方がいいよね。走った方がいいと思う。わわわわわわ、すごいすごいすごいいっぱいいる、すごいいっぱいいる。約束を果たせ。走ろう。迷わないで、まっすぐ。はーい。よし、まっすぐ行こう。うわ。早いって。近い。怖い。近い。絶対全力ダッシュじゃないと、これ抜けれないようになってるじゃん。もう、できてない？マジだよね。50メートル走、多分これで5秒台になったよね。大丈夫？小鳥お化けに狙われて、うん、うん。どうして？約束した。姉さん、小鳥お化けに命あげるって約束をしたんだ。いつ？わわわわわわ。うん、うん、そうだ。珍しく反省してる。うん。それは違うよ。勝手に森に入ったの年だもん、うん、とりあえず2人生きて無事に帰れたらそれで十分だよ。うん、うん、それは勘弁だけど。
嫌なんだな。めっちゃ優しいな、しおりちゃんは。優しいな。おお、変わってる。セブン。やったねー。増えたねー。うん、なんだここ Y の字みたいな。道分かれてるね。どっちだったか覚えてないや。私も俺も覚えてないわ。てか知らないわ。知らない。フラッシュバック。どうしたの。確か元の道があるの上の道だと思う。昔ここ通った気がする。なんということでしょう。いや、上行こう。上行く。素直に上行く。素直。素直なところに手があるからね。うん、しおりちゃんは。俺は素直じゃないけど。あの絵は確か森の入り口の近くにもあったよ。うん。結界みたいな役割。へぇ。もう朽ちた夜光石の岩だから、効力はないと思う。そうなの？え、どうしよう。行けばいいのかな、普通に。進めばいいのかな。調べても何もない。行こう。あ、足が落ちて。あら。困ったなぁ、でも。よくあるよね。まあ。よくある。そろそろ帰ろうかなって思ったら、あ、橋が落ちてて帰れないみたいな、あるよね。戻ろうか。戻ろう。うわー。え？何これ。戻るしかないのかな。下の道行くしかないかな。それセーブしよう。ちょっとトイレ行くわ。めっちゃスッキリした。あれ戻るんだったよね。うん。どうしよう、いるかもしれない。パンダ行くしかないよ。行こうよ。うわ、なん？びっくり。スタが絡んでくる。捕まった。外せない。先に逃げて。きっと助けるから。気絶してる。人を呼べれば。人呼ぶって言っても、いやもう登場人物が巡査と菅さんぐらいしかいないんだけど。石のように硬いツタが佐久間の体に巻きついていて解くことができない。気絶していて意識がない。一人で置いていくの不安だ。そうだ、そうか、そうだよな。せめてもの。ってことは持ってねえのか。なるほど、なるほど。あ、よし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 、こっちこれでいいのかな。逃がさない。10回。言えたぞ。こっちには来れないんだ。光があるから。光気持ち悪い。
めちゃ行きたがってる。そこから入ってこれないんだ。今のうちに行かないと。行けないのね。はい。人工的に作られた古い洞窟がある。行きましょう。わあ。明るい、結構。明るい。ここになんかドアがあるのが気になるんだけど、行けないからな。え、はしご持っていく。固定してあってダメ。え地下室が見えてきてる。まあ、とりあえずは行くしかないのかな。うん、わあ。さあ、なんだあれ？なんかあるよ。綺麗な円形の穴が天井に見える。もしかして井戸？運が良ければ人がいるかも。誰か。いない？誰かいませんか？いたらどうか。そういうこと？ああ、そういうことか。そこに繋がってるのね。これはなんだ？その声、うん、落ち着き巡査ですね。そう。うん、私です、神崎です。井戸の中にいるんです。でまたそのびっくりだよ。森からここに続いてて、うん、そんなことより野球しようぜ。野球しようぜ。うん、見つけた、うん、少し待っとけ。あ、来てくれるのか。あ、ロープだ。よし、今行くぞ。降りてくるのか。え待って、絶対着地失敗したでしょ、今着水したでしょ。もう上がった後あるし、上がった後あるよ。森で見つけた。どういうことね。実際に見せないと伝わらないと思うから。うん、行きましょう。お、パーティーに加わった感じかな。またまたかっこいい、かっこいいポーズしあって。調子良さそうだね、今日調子いいだろうね。調子いいのか、今日。なんで井戸の中にこんなの知らない？知らないよ。誰か作ったんじゃないの？人工的って言ってたし。死後は固定してあるからな。なんか持ってそうな気がしたんだけど、巡査なら。巡査なら持ってきそうだけど。セーブしよう。すごく見てない、見てない、見てないね。ビデオ見てるんじゃないの？まだ多分伝え役で借りてきたビデオ見てると思う。すごい、あいつも外に探しに行ったみたいだな。もしかすると森にいるかもしれん。大丈夫かな。刀持ってるよ。刀持ってるから多分大丈夫。多分大丈夫じゃないかな。大丈夫。砕けた音だ。え、まずくない？それまずくない？ちょ、うわぁ。本当にこれがツタか？ま
るで石みたいだ。うわぁ、助けに来たよ、うん、再び気を失ってしまった。君は下がってて何をする気だ。まさか。傷一つつかない。マジか。ぜえ。ん、あ、菅さん来た。菅さん、ね、話はそれからだよ。切れるの？それ妄想党だと聞いていたが。妄想党じゃないの？いや、その話は後にしよう。後にしよう。はい、後で。うん、助かった。うん、連れて戻らないと。帰ろ、帰ろ。帰ろ、帰ろ、帰ろ。意識はないが落ち着いた呼吸をしている。うん、じゃあ行くか。うん、行きましょう。え、約束、約束、約束、まだ果たしてない。今のは何だっただろう。あの、先に行っててください。一緒に行った方がいいわ。私どうして？動ける、動けるんだけど。じゃあ時間も時間なんで、今回はここまでにしようかなと。なんか多分だけど、なんか見てく感じ。ああ、それかな。なんか多分4つあるから、多分こっから行くんだよね。おそらくそんな感じだと思う。よろしくお願いします。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。